はい、おはようございます。8月1日、月が変わりました。朝6時の相場解説です。まず月が変わりまして8月になったんで、月足を見ていますね。これ1本が1ヶ月というね、まあ、途方もなく気の遠くなるような大きい波ですけども、これで何が言えるかと言いますと、カーソルがないな、こちらですね、ヒゲ先をこう結ぶとだいたい横一線になりますよね。で、上から来ているこの7名の線ということで、まあ、こういうふうに引いておきましょうかね。まあ、大体こんな形が見えるかなというところです。では、このぐらいにして次、まあ、週足を見ていきましょうか。週足1本が1週間ですけども、これ昨夜解説した通り黄色い線がありますよね。ここここここ黄色い線に当たるとロスカシはこのように上に跳ねていくということです。で、今回がこれですね。で、日足です。1日足なんですけども、この黄色い線がありますが、ここに当たって上の方に行く、ここに当たって上の方に行く、ここを突き破ってで戻ってきたのがやっぱりここに止まっているかなってことですね。4時間、4時間1時間となかなか興味深い。はい、もうそこを打ったような感じですね。ここで104円の275あたりですか、ここら辺を一番底にして、ぐっと戻りましたね。1日でこれだけ戻ってきました。早いですね。で、1時間足ですけども、こんな感じになってますね。ここにゾーンがあって、ここにもう1本ゾーンがあると。で、随分と時間をかけてきましたけども、こういう風に来てね、こう来て今度レジサポで下の方に展開していったのが、上から組み上げて下にズバーッと落ちたと思えば、104円の245で反転して一気に1日でですね、ここも突き破って、でここも突き破って上の方に出てきたんで、まあ順当にいきゃこういうふうな動きですかね、見えるのは。8月1日倍の方から進めると思うんですが、今日ですね、今日は倍で見ていけるんではないかなというところですね。昨日すごい値動きだったな。じゃあ合わせてですね、昨日の相場解説といいますか、値動きの方もご覧いただければと思います。はい、それではどうぞ。はい、8月1日になりました。市場は混乱しております。なんかドル円の動きがすごく激しかったらしいですよね。なんかニュースにもなってましたけども、そんなのね、今朝も申し上げましたけども、ずいぶん前から分かっていたんですよ。もう何度も何度もこの図見てますよね。これウィークリーなんですけども、見てください。もう今朝も話しましたけど、この黄色いところに当たるとどうなります？上に跳ねてるでしょ。次はここですよね。ヒゲを出して上に行ってますよね。この図何回も書きましたよね、この何年か。ここに当たったらどうなりますか？上がりますよね。あ、ちょっと丸になっちゃってすいません。で、最近ここに当たってどうなりました？上上がりましたよね。で、7月31日の朝のことですけども、ここに当たったから同じですよね。こういうふうに上に跳ね上がってヒゲ出して105円とか106円のあたり戻ってきたじゃないですか。まあ、こういうことだと思うんですよ。この黄色い線をね、何年も前から引いて、この上昇があるために私ここで利益をね、ずっと積んでるわけですよ。もうね、えげつないぐらいここで出ますよ。はい、ここね、当然ですけども、今日ね、104円を割るんじゃないか、103円台まで行くんじゃないかみたいなところまで行ったところで、黄色のラインを私は下回ったんで、これは反発して今まで同じように105円106円の方面に行くだろうなと思って、しっかりとロットを積ましてもらいました。これでね、今月の
私の FX の収入、年収で1000万超えることは、まあ、ほぼ決まりですね。うん。もう決まりです。今月中に超えます、これは。で、そういう放送を7月31日の朝、限定公開ですけども、しましたんで、あの動画を見てた方はね、少なくとも、うん、利益を出しておいてもらいたいと思います。別にね、数百万の利益を出せってわけじゃないですけども、数千円とかでもいいわけなんですよ。今回のことはね、もう繰り返し繰り返し申し上げてきた、もうなんかね、絶対レベルですよ。これでエントリーするのは。いかがだったでしょうかね。それではまた明日の朝、公開、何ですかね、相場解説させていただきます。それでは今日はウィークリーだけを使って振り返ってみました。これからどういうふうなね、市場になるでしょうか。